石塚さん、まずは二次予選突破おめでとうございます。ありがとうございます。はい、なんとかよかったです。結構前からこの地元記念に向けて練習強めにというかこうやられてたと伺ったんですが、11月にアッセン出てからはもうここだけ目標に一日一日やってきました。まあ、今までちょっとこうなんていうんですかね、トップレベルまで壁がある感じだったのが最近はすごいなんか、そうですね、ちょっと前まではすごくムラがあって言い悪いのすごいムラがあってちょっと安定しなかったんですけど、最近はちょっと安定感増してるかなと思います。点数も110点が見えてきてっていうところで、そうですね、今、はい、このままの安定感を持ったまま頑張りたいですね。まあ、準決勝まで来ましたけどまだ先もありますし、もちろん、ああもちろん去年準決勝で悔しい思いしたんで取り返したいですね。あと2日なんとか頑張ってください。あ、頑張ります。地元なんで頑張ります。はい、